ブガバリです。スニーカーを、ホッスル、ホッスル、ということでね。はい、本日はね、ガバリマーケットが決定いたしました。ということでね、はい、8月4日ですね。ちょっとね、詳細の方を、見ながらお伝えいたします。はい、第5回、ガバリマーケットをね、開催いたします。はい、日にちがね、2024年、8月4日になります。はい。こちらね、スニーカー好きによる、時間制、括弧1ブロック50分間の、ABCD と4ブロックの即売会になります。はい。で、出店者は、こちらの動画より募集したまあ15組いないぐらいですけど、一応15組が最大なんですけど、まあ13組ぐらいですかね。まあ今回の動画で出店したいよって方がいたら、まあそのチケット購入してもらえれば、どなたでも、出店可能です。はい。で、一応ね、まあ、過去に参加された方とかはわかるかと思うんですけど、まあ、普通のテーブルですね。会議室とかのテーブル1個分が、サイズですね。になります。人ブース分になりますんでね。はい、お願いします。で、日程が、まあ、伝えました。で、会場が、タイムシェアリング四ツ谷 B というところです。こちら、住所など貼ってきます。はい。で、料金が、出店者様は1500円ですね。で、入場が500円になります。はい。で、まあ、1ブロック50分間、ABCD4 ブロックでやりますけど、まあ、50分終わったらまた別の、次の B ブロックの人と入れ替わる感じになるんで、まあ、そこの10分の間にね、こう、ブロックの方は退出していただいて、で、その次にまた、今度、B ブロックの方が入場していただいて販売をするって感じですね。はい。やっぱりたくさんの人と会いたいんで、こう、時間制にした方がいいのかなとかもあったり、あとたくさん来たいって言った場合、人数がね、建物の人数の最大人数みたいなのがあって、まあ、そういうのもあるから、まあ、人数制限をしないと、トラブルになったりするし、あとまあ、ちゃんとね、チケット制にしないと、お客さんはあんま待たせるのもなんか悪いなっていうのもあったんで、もうじゃあチケット制にしちゃった方がいいのかなっていうのもあって、そうしました。で、まあそんな感じですね、料金は。で、入場者はまあ、先ほども言ったように、1ブロック500円。で、入場者のね、まあ出店者もそうですけど、チケットの、間違えとかあった場合は返金できないので、再度購入してか、いただく形になりますんで、ちょっと返金は不可なので、そちらの方ちょっと、よろしくお願いします。で、毎日ね、こちらの都合で、ね、そのフリーマーケット自体がキャンセルになった場合は、こちらで、全額返金いたします。はい。で、入場者にね、お願いがあります。会場は並びができないため、時間になりましたら会場へ直接お越しください。そうなんですよね。会場の外がもう、廊下なんですけど、隣にお部屋があるんですけど、また別の AA っていう部屋。そこはね、また別の人が借りてたりするんですよ。なんで、この通路は、その、共同で使うとこだから、あんまり人がね、ガーっていたりするとちょっと怒られちゃうんでね。使えなくなっちゃうと悪いんでね。それだけちょっと、時間になったら来てくださいっていうのが、ちょっとお願いします。はい。で、そうですね。並びができないんですよね、会場は。で、あと、金額は伝えて、で、出店者様なんですけれども、出店者様は、まあ、会場自体はね、9時から、借りるんですよ。まあ、準備をするために。なんで、まあ、9時半までに出店者の方は来てほしいです。はい。で、まあ、手伝いがね、できる方は9時に、来てもらえればと思います。9時に来て、一緒にこう設営して、で、9時半ぐらいからこう席決めしてくると思うんで、まあ、一応9時に来れる方は来てもらって、まあ、9時半までに、出店者様は来てもらって、で、もしね、遅れる場合は遅れたら遅れたで別に、それはそれで、こっちで席を決めちゃう場合があるんで、そちらはね、ご理解いただけたらと思います。はい。で、出店者様にお願い。販売する商品などは、ブロックによって偏りがないように、お願いいたします。まあ、どのブロックもね、商品がある状態じゃない、の方が、まあ、後半の人が、ね、後半のブロックの人が来た時にね、物がなかったっていうのもちょっと、あんまりよろしくないのでね。なるべくこう、まあ、いい商品は均等にしましょうってことですね。はい。で、あとね、出店者の方で、ストーリーとか、ね、インスタのストーリーで今回こういうものを出しますっていうのをや、
上げてもらえれば、まあ、僕の方でそのリポスト的なのストーリーで上げたりだからなんかするので、そちらもぜひね、あの出店者様ぜひこういうの出すよっていうのを決まったら、上げてもらえたらと思います。はい。あとね、こちらが会場への行き方になりますね。はい。あとね、会場への行き方も、こちらから簡単にお伝えいたします。はい、四ツ谷三丁目駅ですね、地下鉄丸の内線です。こちらの駅を目指してください。はい、でこちらの駅をね、改札をくぐりまして出口1番ですね。はい、出口1番を出ます。そこをね、こう1番を目指して、ここをスーパー鬼ダッシュします。うわーっと1番出口を目指してスーパー鬼ダッシュをしまくります。もうあの漫画とかアニメでいうくるくるみたいになってる状態、足がこうくるくるになってるんですね。でダッシュで走ると、ダッシュ、まあ、怪我しないように転ばないように、はい、でここに出るとねラーメン屋さんがあるんですよ。ここに出ますとラーメン屋があって、ラーメン屋さんを迎えに目の前にして右の方にね、この建物沿いに進んでいただきます。はい、建物沿いに右の方に進んでいただく と、左側にドトールとかが出てくるのかな。で、あとは、ここにサンドラッグとかサイゼリアとかがあるビルがあるんですよ。でこのサンドラッグがあって、このサンドラッグの横ですね、この横を入ります。横の細い道、道っていうかこの細い入り口的なところ行きます。そうするとこのね、サンドラッグがあって、この細い道を入ります。そうするとこうエレベーターホールがあります。でこのエレベーターホールに第一光明堂ビルっていうのかなの9階ですね、こちらにタイムシェアリングのこの会場があります。でタイムシェアリングこの9階の貸し会議室です。はい、でまあこのエレベーターを使ってガッとね上がってもらうんですけれども、エレベーターもちょっとね、その状況によってこう進み方があんま調子良くないかもしれないので、そこもちょっと譲り合っていただけたらと思ってます。で9階に到着しました。そうすると部屋が2つあるんですけど、一応突き当たりの部屋になります。で突き当たりの部屋こちらですね、左に突き当たりの部屋があって、そこを、B の部屋ですね、タイムシェアリング四ツ谷 B っていうところです。そこの部屋になりますん でそこをこう開けていただくと、ブワーッと会場になってます。まあ、一応ね、まだこう設営してない状態でノーマルの状態なんで、こういう状態になってます。結構広いですね。一応ね、出店者は15組ぐらいを予定してます。はい、っていう感じになります。はい、でお一人様ね、この一スペース、長テーブル1個分になりますんでね、まあ、なんかよく学校とかあっちゃこっちゃにある長テーブル、ノーマルの長テーブル1個分が、それぞれの一人のスペースになりますので、お願いします。はい。ということでね、一応まあ、第5回、四ツ谷三丁目ということなんですけれどもね、ガバリマーケットを開催するんですけど、はい。ということでね、あとね、今回は、今のところね、スニアカ男子さんに来ていただきますね。はい。他の方はまだ、まあ、交渉中だったり、もう、あとまだ都合がわかんない方もいらっしゃるんでね、そんな感じですね。今の段階は、原口さんとね、今野さんは出ていただけるということなんで、ありがたいことにね、よろしくお願いします。でね、やっぱね、そうですね、まあ、なんだろう、会場はね、まあ、渋谷とか原宿とかじゃない感じにしたいのと、あとまあ、やっぱりね、そっちの、四つ三丁目のちょっとね、家賃が安い。借りるのに。それもあって、そうしてます。はい。まあ、いい場所があればね、また別の場所でもやりたいなとは思ってるんですけど、今のところまあ、ここで定着してきてるんで、まあ、このままの方が、まあ、なんだろう、リピーターさんも来やすいし、みんな分かりやすいし、流れも知ってるし、設営もみんななんとなく流れ知ってたりするから、出店者様の場合とかでね。まあ、そういうのもあるから、やっぱこの場所で、まあ、今回も、やろうかなって感じですね。はい、ということでね、ということでね、ちょっとね、情報が多すぎて、いろいろと分かんなくなるかもしんないというか、ちょっとバタバタしてるんですけど、一応ね、時間ね、ちょっと間違えないようにとか、まあ、あとね、節度を持ち、当日よろしくお願いしますってことでね、また皆さんでね、ちょっとね、こう、物を減らしたり、物を買ったりして、またね、そういうコミュニケーションなど取れたらと思ってますんでね、またね、当日よろしくお願いします。いつもね、皆様のおかげで、
このイベントが成功しています。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで本日はね、8月8日ガバリマーケットの詳細についてお伝えいたしました。チケットはね、概要欄に貼ってますんで、よろしくお願いします。以上です。どーん。